トスタポンテーバーカーバーカートスタポンテートスタポンテのバーカーボンテポンテのバーカーポンテのバーカーポンテのバーカーでジャッカルだあ、そうそうだ、あとでボタン押して話すわ。ジャッカラ60秒長いんだよな。またジャッカルだ。そうですか、忘れた。またジャッカルだぞ。あら、またミサトラン押す。人いない。いいよ、またミサトラン押す。ミサトランとナツピョンが貨物にいます。え、何の報告だ、何の報告だ今の。お腹すいた、お腹すいたよ。あ、シャークス、何なんか今偶然できちゃった。やばい、ワンちゃんショッピンじゃねこれ。二人とも黙ってろ。エレキのはしごを降りてすぐ右。メインで番長と一緒に暗室で片付けたじゃないですか。片付けた。写真何を片付けたんだい。なんか番長ヤクザが死体、ヤクザが死体を片付ける。なんかやっちゃったみてえだな。やっちゃってねえ。本職だもんな、片一本。誰が本職やねんおい。片付けた後に出たら瀬戸朝日が下から来たけどね。おや。なんでそれ言わねえんだ。朝日、多分あれだな、瀬戸朝日誰かに買収されてねえかこいつ。あ、そういうことですか。これ瀬戸朝日な気りしたな。隠してる感じがした。で、俺スパイなんですよ、実は。だから仲間だと思ってるんだと思います。おい、超バカじゃん。あー、なるほど。うん、瀬戸朝日なんか喋ろよ。おいおい、瀬戸朝日、おい、放送事故、放送事故、瀬戸朝日、放送事故よ。放送事故でーす、放送事故でーす。ちょっと待って、ちょっと死んでる、死んでる。あー、やっぱりうん、死んでる、死んでる。道連れですかね。道連れ。あー、道連れちゃんか。はっちゃーん、はっちゃーん、はっちゃだ。猫かぼちゃ、猫かぼちゃで正解でしたね。何も喋んなかったもんな。よかったよかった。じゃあのちさんはスパイ、スパイです。でもこれで俺つけちゃったんで、ただ視界の広いイベントに入れるやつです。超強い。強い強い、普通に強い。ただって言ってるけど、めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強い。でもなんかのちさんと番長やけに一緒にいたから、なんかお暗室でっていう話しかとりあえず出てません。出てません。それ以外前の話はしてないです。え、だってラウンジアーカイブでなんか何を告げに来たんだみたいなのっちさんが言ってたよね。あ、俺正直に言いますよ。いいですか、班長。ナツピョンとミサトランが貨物にいますって、なぜ謎の情報が来た。いや、怪しいじゃん、怪しいじゃん。え、なんでなんで。待った、班長だじゃん。え、なんでなんで。ダブルキルとかそういうのも考えられるわ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着いて、落ち着いて。あれ、違う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 ん、行ってみたらっていう感じ。優しさなのね。優しさなのね。のつさん、実際に聞いた感じどうだった？怪しかったですか？ちょっとなんか、なんで俺って感じだった。ああ、なるほど。のつさんがいたからじゃん。のつさんがいたからじゃん。マジで怪しい。番長。怪しい。番長怪しいな。絶対番長じゃん。絶対番長でしょ。釣るか。釣ろうぜ、もう。呼び込みどうすんのよ。確かにめっちゃスパイ。うわー、スパイじゃない、インポスターだろ。弁当入ってみてくださいよ。俺が一番容疑。弁当入ってください、じゃあ。
黒っぽく見えるっていう。誰も言わないで、誰も言わないで。いや、マジで、いや、のつさん、マジで俺じゃないのよ。いや、だから俺、マジで俺じゃないんだって。マジで入って。いや、もういい。いや、ほんとに俺じゃない。誰も言わないから。ほんとに俺、いや、マジで。ほんとに俺じゃなくて、夏ぴょんと、おさり死んでる。俺あら。ちなみに僕はポンズさんワシャさんも大体の位置を知ってるので先に出しておくと、メインのゴミ箱がある部屋にポンズさんは停電中に入り、ワシャさんはそれを見て僕はボタンを押しにドアを開けた時にエンジン間でワシャさんとすれ違ってメイン側にワシャさんが入ってるんでメインでダブルキルとか。いやなんかそうなんだ。認めたくないですけど、はい、番長も白いですね。今回はね。認めたくないってなんだよ。一緒に行って、ね、もう弁当入ってくださいってもう強要してました。弁当の前で俺が入れ入れって言って、いや本当違うんだってっていうやり取りをずっとひたすらやってました。え、マジで番長違うんだ。俺じゃないってば。じゃあ猫かぼちゃあるな。いるよって言っただけじゃない。マシャさんかポンズ猫かぼちゃあるんじゃない？はい、ちんさん聞こえる？バントしか聞こえないか。おーい、トスタポンテーバーカーバーカートスタポンテボタン押しトントンテのバーカあ、ここボタンですもん、多分ポンテのバーカあれ前のバーカーあ、どこか、お前は何でだよ、その名前長すぎんねバカ野郎が叫んじゃってねー何でその名前、変直人な名前は、この野郎あれ？マシャカリさんかポンズ野郎がセリフの線はないの？ポンちゃんがセリフでセリフのポンちゃんがマシャさんを切った。で猫かぼちゃってこと？でマシャさんが猫かぼちゃで死んだ。とマシャさんとポンズさんの最終死人がメインで2人ともあってトスタポンテさんは、それより以前にシャワーアーカイブって移動してるの僕が見てます、うん、はい、てか停電直した後に会ってるから停電直してバイタルの方に来てるのに俺が会ってるから、まあ、トスタポンテさん難しいんじゃないかなと思う。キニーさんは、昇降機の右から左にヌーンで乗ってきてたので最後はノッチさんと番長と一緒にいるけどまあどうやって右に来たのかなぐらいかな。で、ノックさん番長は、エレキから一緒に並走してる。僕がバイタル見たとき誰も死んでなくて、直後にエレキバイタル間でレプチンさんとすれ違って、レプチンさんが見たときに死体があった証言なので、僕が見ないのがおかしいので、レプチンさんが難しいと思います。なんかだいぶ。じゃあ、番長か。怖いな。ノックさんスライドされたりしてねえか、これ。ん？マシャさんとポンちゃんはお互いに自滅してると思うのね。で、瀬戸くんは猫かぼちゃで発見猫かぼちゃで確定だから。で、チュアンを殺してるのが誰かっていうことになるわけじゃん。ポンちゃんが猫で、ね、瀬戸くんが猫で、マシャさんがうせろって言ってポンちゃん切ってるとかあんのかなと思ったんだよ。金庫で2人死んでる死体が誰も見てないなら、その線ありか。なんか番長の議論の進め方が、今回はキルに関わらなかった人外って可能性もあると思うんだよね。じゃあ釣ればいいんじゃないか。なんでそんなこと言うの？おい、覇気で死ぬぞ、ナスピョンが。気をつけろ。いやお、ナイス。どうやら俺への風当たりが強いようだな。まあでも切れないからね。でも俺自主点だと。あ、まさか切れないか。猫猫落ちてて、セリフいなくて。うん、そうです。猫猫は落ちてると思います。自分視点も。助結構キルペがないね、お米だから、はい、すごく遅いから多分一人だけでしょう。うん、一人だけだと思ってます。役職フルオープンにしたらいいかなと思ったから俺は通報ボタンを押したっていうのだけ覚えてるから、いいと思います。はい、番長は白いです。ちょっと残念だけど白いです。番長ちょっと残念だけど白いです。早く直さんかい。どうなってんねん。なんでそんしろ。全然直さんやんけ、僕の目の前で夏ぴょんが死にました。目の前で？え？
僕の目の前でナツピョンが切られました。切った人はトスタポンテさんです。自首します。なんなんそれ。終わりだ。こんなのが終わりだ。トスタポンテさんが、うん、ジャッカルでサイドキックがこの中にいる。あの僕ハッちゃんからサイドキックもらってて、ハッちゃん道連れで死んでて、で、あの、そう、それ、そう、ポンズさんと、じゃあ終わりか。猫かぼちゃんも2人落ちてるんで。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。えい、えい、お疲れした。えい。やばいやばい、マジやばい。わごめん、やばい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 。おいおいおい、何が起きてんだこれ。マジ、おい。アドミン見てたんですよね、ずっと。うん、ミーティング1あって、リフト1、はいはいはい、でね、右側に1あったんだけど、3時かな、じゃあ。メインで切って、右行ったでしょ。ちょっと、3時じゃない、3時じゃない、3時じゃない。レプチンさんとずっといたんだよね。うん、そう、あの、キッチンには行って、3時さんと。で、武器庫でさ、のつさんもすれ違ったじゃん、俺と3時さんと。ああ、そうですね、はい。うん、で、3時さんとずっと一緒に、もうずっと一緒に歩きながら、じゃあトストポンテスじゃなかったんだね、みたいな話しながら行ってて。で、俺ずっと今、昇降機の右でずっとやってたのに、一個に直らないのね。で、うんうん、この状態で左誰も直してないのにミーティング行ってるミサトランさん、怪しくね、普通に。行ってないもん。俺目線、ノッチさんがスパイだったけど、サイドキックもらった昇格ジャンカルのミサトランさんかの2択。うん。ボタンあるみんな。ない。いや、ボタンは俺押したな。ない、もうない俺。ごめん、ミサトラン、申し訳ない。じゃない。じゃあ、2人は無理なら無理や。よし、おじさんやった、なんで俺、俺じゃないよ、俺じゃない俺じゃない俺じゃない、マジで違うマジで違う、え、違うよね、プチンさん。おー、ナイスー。最後の扉の前だから決めた時。え、どの段階からもらってたの？あー、そうだな、2キル目来たじゃない、マシャさんとポンズ、そうですね、リアクター直った時ぐらいに、リアクター、リアクター左で直した時、あの視野外で中野地さんがめちゃくちゃ、そうなんかバーカバーカとか言ってて中野地さん終わった後にこっち来たから逃げようと思ったら追いかけられてサイドキックされちゃったっていう。